はい、妖怪ウォッチバスターズやっていきましょう。相当久しぶりですね。正直ですね、この妖怪ウォッチバスターズの実況動画を撮るのは10日間ぶりかな。何があったんですかみたいなねコメントがあったんですけど、ただ単にちょっとやることがなくなってしまって、その準備期間ですね、ちょっといろいろ準備してなかなか実況動画できませんでした。実はですね、これ今これ実況しているのが白犬隊の方ですね。僕ずっと赤猫団でやってきたんですけど、実は白犬隊も持ってて、この白犬隊をですね、実況できるまでちょっと準備するのにちょっと時間かかってしまったという、まあそういうオチですね。やっていきましょう。そうなんで、ランクがねたったの16しかないんですよ。はい、で今回は何をするのかというと、白犬隊じゃないとゲットできない妖怪、青鬼とかフルーツニャンでもキウイニャンとか、あとメロンニャンか。ここら辺をですねちょっとゲットしていきたいなと思います。で今日はですねツイッターで募集をかけているんですね。うん、さあちょっとメンバー変えましょうかね。ちょっと一角はやめにして、あ間違えた、間違えた、久しぶりだから談話室か、オロチ使っていこう。で今回やるのはですね、ごく青鬼をやっつけて青鬼をゲットしたい。あ、ちょっと時間になったんで、じゃあ募集かけましょうか。うん、今募集かけた。で青鬼は確か白犬隊4人じゃないと来ないので、今回はですねちょっと白犬限定で、わ、ずいぶんランク高い人来たな、ありがとうございますね。ちょっとランクが高い人が来てくれるとすごく嬉しい。さて僕がつけているのはね、多分コロコロチね、ムーディーベルトヒットポイント140ってやつをねつけてると思います多分。あ違う、まだねランクが低すぎて強力なアイテムこれだ、ヒットポイントプラス20、守り30か、大丈夫かな。赤猫団だったらね青鬼やっつけんの余裕なんだけど、今回は僕ものすごい最低な装備つけてるんで、もしかしたら負けちゃうかもしんない。さあじゃあやっていきますかね。多分僕が一番弱っちいと思うんで、迷惑かけないように身代わり人形を持ってきました。で今回は極玉を10個持ってきているんで、おそらくですね10回も戦えば1回ぐらいは青鬼来てくれるんじゃないかな。はい、それじゃあやっていきましょうか。なんかものすごく久しぶりだな。下手くそになってなければいいけど。さあ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 、もうすでに戦ってる。うわあ、ちょっと待ってくれ、見回り鬼でこんなに食らうのか。うわ、半分持ってかれた。ああもうほとんどなんか装備つけてないのに等しいからな。あ、ちょっと逃げる。うん、怖い。多分一発でも食らったら死ぬと思う。あー、やめてそう、慣れてきたら赤招きもね倒していきたいなと思うんだけど、僕はねあの赤招き見たことはあるんですけど、実際に戦ったことないんですね。なんか YouTube で他の人がですね実況動画上げてんのは見たことあるんだけど。よし、 OKOK、 じゃあ鬼玉もらっていこう。止まれ、なかなか、おお、でかいの来た。さて今回もごく青鬼10回も戦うから、鬼玉も結構、あ、下手くそになってる。当たんねえし、当たんなかった。へっ、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 
さあ、じゃあ戦おうか。これまず1回目。さあ、来たー。あー、切れちゃった。すげータイミングで切れた。なんかね、12月にゲット組という新しい妖怪ウォッチバスターズが来るということなんで、僕もね、なんか最近妖怪ウォッチバスターズの実況やってなかったんで、ちょっと練習とかしておかないとダメですよね。なんかエンマ大王っていう新しいやつが出てくるらしいんだけどね。あー、技出した。よしよしよし。そこで青鬼ってチョコマがすんだよね。あー、どっち行った。ふっ、シャボン玉来た。危ない。ランク99の人がいるから削るの早いな。助かる、すごく助かる。あった。このシャボン玉鬱陶しい。確か壊すことできるんだよね、攻撃で。うまく壊すことできないけどね、僕は。あっ、かわす。あーん、チョコマカするな。かわして、よし、ようやく半分。おお、ちょっと、まずいまずい。何が起こった今。味方が一気に二人もやられちゃったけど、あ、復活させよう。よし、かわせ。おっと、助けよう。思ってたよりは時間かかっちゃってんな。かわす。いなくなっちゃった。そろそろ爆弾来るんじゃない。うわっ、ちょっと、なんか今引っかかった。逃げようと思ったんだけど、あっ、あっ、ありがたい。まだ爆弾来ないか。ああ、もうチョコマカすんのやめてほしいな、本当に。かわす、逃げる。怖い怖い怖い。あっと、危ない。ノーダメージでねえ、やっつけたかったんだけど、やっぱちょっと食らっちゃうな。あっと、危ない。さあ、あともう少し。これもうもらったでしょ。うわー、あともうちょいだ。オッケー、これでやっつけた。いやー、大変だった。こんなに強いんだ、王に。さあ、じゃあ出ますかね。さあ来い、一発目で来い。あー、来なかった、来なかった。ビーコンってなんだ。力が高いほど揚力が、力が高いほど揚力がアップってどういうことやそれ。あ、これ欲しい、これ。あー、まあ、じゃあそんなんいらない。 B 玉いらないよ。ビーコンか、いらないよ、このよくわかんないやつ。力が強いほど揚力がアップってどういうこと。でも大体揚力のさ、妖怪って大体力弱いよね。よくわかんない。ボスコン手に入った。あ、ボスコンって言うからビーコンって言うんだ。なるほど。今わかった、ようやく。来なかったー、来なかったー。全員白犬隊なんだよね。だから青鬼は来るはずだよね。ちょっとね、ここら辺もなんか全然まだね、解放できてないんだよね。そうだよね、青鬼が4名限定か。よし、ようやく来たー。今の時点で70分か。あー、しかしこれゲットできないかもな。3人が狙ってんのか。頼む。
頼む、もうこれで終わらせたい。あー弾かれた、取れなかった、マジか、くそー、これあと多分2時間ぐらいかかるぞ。今初めて1時間やって初めて青鬼来てくれたんだけど、ちょっとコマバトルで負けて、そうだコマバトルがあるんだよね。いやー、さ、じゃあちょっともう一回やろうかな。ようやく来たー、時間かかった。2時間ですね、2時間かかりました。1時間ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、なかなか出てきてくれなかった。あー、ありがとうございます。これクローニよりゲットするの大変じゃん。あとゲットできていないのがキウイニャンとメロンニャン、あとみかんニャンは赤猫団の方だね。あとなんかあったかな、ゲットしてないの。はい、ということで、YouTube に上げる動画としては多分10分から15分以内の動画になると思うんですけども、2時間かかりました。さすがスペシャルですね。